全く面接はないんですね。多分。面接評価っていうのは具体的にどういったところなんですか？素で答えているのかっていうところを一番重視して見ております。あとはエントリーシートの中にふわふわオムレツを作るのが得意とかこのこと書かないだろうっていうのを書いてるような人が非常に私は興味を引きました。名キャリの須崎です。今回は東北電力人材部にお伺いしてお話を聞いていこうと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まずは簡単に自己紹介をお願いします。東北電力の中村と申します。もう入社して何年目か分かんなくなってますけれども、昨年の10月から採用担当の課長をしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。東北電力の人材部で採用の担当をしております周り立てです。東北電力のネットワークから、東北電力の方に現在出向しているというふうな位置づけになってます。で、入社22年目で2020年の10月から主に技術系の採用担当をしております。よろしくお願いします。東北電力の厚見と申します。私は入社5年目で2019年の7月から採用担当しております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そもそもにはなるんですけども、東北電力と東北電力ネットワークの採用っていうのは一緒なんですか？はい、東北電力と東北電力ネットワークは昨年2020年4月までは同じ会社ですし、福利厚生や給与体系は全く一緒なので、大卒の採用については東北電力と東北電力ネットワークは合同で実施しております。まずは事務系の選考フローと、あとはどんなとこを具体的に見ているか教えてください。選考フローは毎年違うんですけれども、今年はグループディスカッションをやってみました。共通するのはですね、人物評価をさせていただいているっていうところでしょうか。人物評価っていうのは具体的にどういったところなんですか？素で答えているのかっていうところを一番重視して見ております。さすがポイントなんですね。ありがとうございます。技術系についても教えてください。技術系につきましては学校推薦が大体8割ぐらいですかね。あとは自由で2割ぐらいを採用しているような感じだと思います。で、選考方法につきましては年度によってでも違います。22卒に関しては全てですねウェブで実施いたしました。面接ではですね大学名とか成績とかそんなのではなくてですね、あくまでも人物評価ということで、実施させていただいているというふうな状況です。個人的なんですが、面白い人が評価があったかなとか思ってます。あとはね、こう話している中でこう一緒にこの人と仕事してみたいなっていう人、そういった人をちょっと他の人よりもしかしたら点が高かったかななんて個人的には思ってます。面白い人っていうのは具体的にどういった感じの人なんですか？例えば一芸持ってたりとか、質問振った時の返しがすごい上手な人とか、そういった方は非常に印象残ってます。あとはエントリーシートの中にふわふわオムレツを作るのが得意とかこのこと書かないだろうっていうのを書いてるような人が非常に私は興味を引きました。私も書こうかなって思いました。はい、おすすめかもしれない。わかんないです。見る人によると思います。はい、わかりました。ありがとうございます。技術系は基本的にはその専攻を考慮して配属されるんですか？そうですね、基本的には大学の専攻をある程度考慮してですね、配属先、いわゆる部門というところをこう決めていくことになるんですけれども、特にね、電気ここを専攻している場合につきましては、当社基本電気屋さんですので、いろんな部門でですね、活躍の可能性があるかなというふうに思っております。わかりました。ありがとうございます。圧迫面接だったりだとか、何か特殊な面接ってあったりするんですか？当社は圧迫面接はないと思っています。圧迫面接しちゃうとですね、なかなかその学生さんのそれこそ素がよく確認できないので、今までどういったことをやってきたのかとかですね、当社になぜ入りたいのか、入って何をしたいのかっていうところを引き出せるように、親身になって、学生さんの話したいこと、それを聞き取るようにしています。圧迫面接はないんですね。多分。ありがとうございます。文系と理系の比率はどれくらいですか？電力会社っていうことで設備産業の会社ですから、どうしても技術系の割合が高くなっています。割合で言うと、技術系が7、事務系が3ぐらいの割合でしょうかね。分かりました。ありがとうございます。インターンに行くと特別選考だったりだとか、内定が早まったりとかってするんですか？残念ながらありません。当社のインターンシップとかですね、そういったイベントに出ていただいた学生さんについては、
まあ、我々の記憶に残る確率が高くなりますので、そういう意味では有利っていうところはあるかもしれませんけれども、一方でその内定が早く出るかって言われると、まあ、そういうことはなくてですね、最終的にはそのエントリーシートを出していただいてから一斉にドンという形でやっていきますので、もしご興味ある方については応募いただくということでお願いできればと思っています。わかりました、ありがとうございます。地元の人が多いのか、 I ターンとか U ターンとかそういったとこってどうなってますか？はい、もちろん東北と新潟出身の方がすごく多いんですけれども、まあ、それ以外の出身の方だったり、あと大学の方もおります。ちなみに私は大学関東の方に行ってたので U ターンになります。私の同期とかも U ターンで来てる方もたくさんおります。2022年入社の方なんですけれども、九州出身で本当に東北にゆかりのない方も、その方のやる気とか見て、内定を出したりもしています。他にどんな会社を受けている方が多いんですか？そうですね、これも本当にいろいろです。ただ東北の企業なので、同じ東北の会社だったり、あと同じ電力会社やインフラの企業を受けている方が当社志望しているのが多いかなと思います。私の選考もオンラインメインでやられるんですか？本音を言えば対面でやりたいとは思ってるんですけれども、基本的にはまあこういうコロナの状況ということもあって、残念ながらオンラインでやらざるを得ないかなというふうに思っています。最終面接までもオンラインで行う予定なんですか？最終はですね、まあ一部対面でやりたいなというふうには思ってますけれども、これも最終的にはコロナの感染状況を見て、判断したいと思っています。ありがとうございます。事務系で入社すると、まずはどういった部署に配属されるんですか？当社も事務系って言ってもですね、ものすごく部門が多くあります。なので、一概にどこっていうふうにはなかなか言い切れませんし、まあ、そういう意味では希望が必ずしも通るとは限らないんですけれども、やはりいろいろと当社の最初の入り口の部分を知っていただきたいっていう部分では、お客様と接点のある営業販売部門ですね、そういったところを中心に、それ以外にも当然総務だったり経理だったり資材、それから当社でソーシャルコミュニケーションという言い方をしてますけれども、広報部門、こういったところもあるかなと思っています。もう一方の東北電力ネットワークの方については、事務系ですと用地部門、ネットワークサービス部門というふうに言われるところに配属されるケースが多いと思います。詳しく教えていただいてありがとうございます。事務系 の、 その初期配属の希望っていうのは通るんですか？通る人もいればそうでない人もいればという格好になります。どうしても特定の部門にですね、希望が集中しちゃったりっていうこともありますので、残念ながら第一志望通りにいかないっていうケースもあるかと思っております。極力ですね、まあ、本人の希望に沿うようにはしたいと思いますけれども、面接であるとか、あるいはエントリーシートであるとか、まあ、そういったところも総合的に判断した中で配属は決めさせていただいています。人気の部署とかってあるんですか？販売部門であるとか、ソーシャルコミュニケーション部門、この辺は比較的学生さんの人気が高い部門かなというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。技術系の配属はどうやって決まるんですか？基本的には大学あるいは専門学校とかでどういった専攻してきたのかっていうところを確認をしながらですね、本人の希望の部門について調査をさせていただきます。あとは本人の適性であるとか、あるいはその翌年度の各部門どのぐらいその受け入れ枠があるのか、こういったところを見ながら配属については判断をしています。わかりました、ありがとうございます。ノルマとかあんまりイメージが分かんないんですけども、実際に目標とかって設定されていたりするんですか？技術系の職場出身なのであんまりそういうのはないかなっていうふうには思ってますけど、ただ年度ごとに会社としての目標はあるので、そこに向けて持ち場立場でこう頑張ってる感じかなというふうに思うんですけど、私も毎日あるいは毎月のようにその目標を達成するためにどうするか、どうやったら売上を伸ばせるかとか、あるいは利益を確保できるかっていうのは考えてましたので、各部門同じように目標に向かってってところはやってますね。わかりました、ありがとうございます。会津のお酒を飲みながら朝酒をつまみに飲むというのが良かったなと思っています。私は佐渡に出張行った時に食べた寒ぶりのしゃぶしゃぶですかね。福島で、食べた醤油ラーメンなんですけれども、